SCC ホークカーティス s c c ホークス s SCC ホークは太平洋戦争末期に登場したカーチスライト社の開発したアメリカ海軍の艦載、太陽単発単座水上観測機である水上機としては破格の高性能を発揮した機体であるが登場時すでに大型戦闘艦に搭載される水上観測機の時代は終わりを迎えておりこの機種の長尾を飾ることになった本機は 同種の任務に就く OS にユーキングフィッシャーやソック、シーガルの後継機として計画された。本来の両機の後継としては、同じカーチスライト社の SO3CC ミューが存在するが、SO3C が性能的に思わしくなかったため、改めて SO3C の実戦配備とほぼ同じ時期で、ある1942年6月に、これら3機種の性能を上回り、かつ、 タンザの新型水上観測機の要求が出されたものである。上述のように急ぎ立ち上げられた開発計画であったが、発動機に1 3 5 0馬力という先行する3機種の2から3倍の出力を持つ R-1820 から62を選択したことによって、本機の開発は順調に進み、試作機 XSC-1 は1944年2月16日に、 初飛行し、機体通りの高性能を示した。本機は、既存の水上観測機とすべて交代すべく、初飛行前の1943年6月には、SC-1 として500機が発注され、さらにその後450機の追加発注がなされたが、太平洋戦争の終結により生産は577機にとどまった。初配備は1944年10月22日。 配備先は心臓された大型巡洋艦グアムであった。SC-1 は水上機としては12分に過ぎるほどの性能を持っていた機体ではあったが第二次世界大戦が終結すると海軍航空の主力は航空母艦搭載の艦上機にほぼ完全に移っており、水上艦艇に搭載する艦載機としてもヘリコプターの実用化によって意義を失い、 1940年代の末には、アメリカ海軍における、水上観測機の装備廃止とともに全機が退役した、全金属製の機体に折りたため可能な主翼を備えた、主フロートと2つの補助フロートを持つスマートな機体であり、大きなエンジン馬力は、水上戦闘機としても十分な性能を持つ、ものであった。観測機であるが短機であるために、自動操縦装置が装備されていたが、 不具合が多いために実際に自動操縦で飛行することは基本的になかったとされている。現場からはただのデッドウェイトでしかないと不評であったが機体の性格上必須であるとして搭載は継続され自動操縦装置を外す改良はなされていない。短崎ではあるが操縦席直後には1から2名を収容できる空間があり折りたたみ式の小型ベッドが設置されて救難などの 任務に備えている。固定武装としては両主翼内に M2 ブローニング 12.7mm 機関銃2丁を装備し約 300kg までの爆走が可能だった。シュフロート内には爆弾層が設けられているが実際に爆弾が搭載された例はほとんどなく爆弾層は主に増加燃料タンクを搭載して増設燃料庫として用いられた。 固定客を装着した状態の SC-1、アメリカ海軍の伝統にのっとり、本機もフロートを固定客に乾燥することにより陸上機としても運用可能である。出荷の際は陸上機として海軍基地までフェリー輸送され、そこで敵にフロートの取り付けが行われた。固定客には SO3C の失敗を教訓として左右の足に十分な間隔が取られている。 発動機を出力が若干向上した R-1820 から76に換装し、操縦席後ろに収納式の補助席を備えるなどの紹介集を行った XSC-2 が試作された。量産型の SC-2 は垂直尾翼とキャノピーが改良され、発注はされたものの10機が完成したのみであった。収容される SC-1 フリーブランド休憩巡洋艦 CL-83 マンチェスターの搭載機1947年頃の撮影ありがとうございます。